どうも皆さんこんにちは、荒川優斗です。今日はですね、カメラの基本的な動画の設定についてお話していこうと思います。動画撮影で基本になる設定が3つあります。1つが F 値、2つ目がシャッタースピードで、3つ目が ISO 感度になってます。F 値なんですけど、簡単に言うとボケの強さが変わります。数字が低ければ低いほど、よりボケが強くなって、数字が高ければボケが弱くなるような感じです。で、自分はいつも低い数字で撮影をしています。で、なぜかっていうと、低い数字で背景がボケるほどよりシネマティックな表現になるかなと思います。で、数字が低ければ、明るいレンズになって、数字が高ければ暗いレンズになります。2つ目、シャッタースピードになります。で、動画撮影においてシャッタースピードは100分の1または120分の1で設定します。なぜこの設定で撮影するのかというと、一つはフリッカーという現象が起きるからです。フリッカーっていうのは蛍光灯の光が点滅して映ってしまうことです。蛍光灯は実はずっと光っているわけではなくて、点滅をしながら光っています。なので蛍光灯の点滅の回数とシャッタースピードの回数が合わないと、フリッカーという現象が起きてしまいます。少しややこしいんですけど、東日本だと100分の1、西日本だと120分の1になります。じゃあ昼の撮影はどんなシャッタースピードでもいいのっていう話になると思うんですけど、結論から言うとシャッタースピードっていうのは固定になります。例えば1000分の1などで撮影をしてしまうと、一つ一つが静止画のようになってしまって、全くブレてないんですね。動画っていうのは少しブレている方がいいとされているので、基本的には、どの時間帯であっても100分の1、120分の1で撮影するようにしてます。で、3つ目 ISO 感度なんですけど、ISO 感度の設定は決まりはないんですけど、基本的には ISO 感度は、低く撮った方がいいとされてます。で、なぜかっていうと、結論を言うと映像が綺麗に撮れるからです。 ISO 感度を高くして撮るとノイズが入ってしまって、画質が悪く見えてしまいます。で、かといって ISO 感度を、上げないと適正露出が撮れないっていう場合は、仕方なく上げるんですけど、基本的には低い方がいいです。で、おすすめとしては ISO 感度はオートの方がいいかなと思います。例えば室内とかでも、明るさが変わらない場合は ISO 感度を、そのまま固定にして撮ったりすることはあるんですけど、例えば外で撮ってる時に、屋内から屋外に出るような、光の量が変わる場合は、基本的にはオートで撮ってます。で、まとめなんですけど、F 値は一番低く、で、シャッタースピードは東日本なら100分の1、西日本なら120分の1になります。ISO 感度はなるべく上げないで、おすすめとしてはまあオートがいいかなと思います。で、僕の設定としては、F2 で、シャッタースピードが100分の1で、ISO は、オートで撮ってます。で、これで外で撮影をするってなると白飛びしてしまって、全く撮影できるような状態じゃないんですけど、こういう時に、ND フィルターっていう、サングラスの効果があるような、こちらですね、こういうレンズを使って、光の量を調整してます。で、これは可変式なんですけど、これはまた後々紹介したいと思います。はい、これで動画の基本的な設定はできたかなと思います。皆さん試してみてください。もしこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さん、バイバイ。